元人助け YouTuber デンジャラス赤鬼船瀬渚、産業能率大学経営学部卒、株式会社ゴールドシップ代表取締役社長、湘南信用金庫利用。では船瀬渚さんからご報告です。皆さんこんにちは。この度4年間継続してまいりましたホームレスの方たちへの炊き出しの活動、そして子どもたちへの配食活動を終了することといたしました。デンジャラス赤鬼の船瀬渚です。まずは突然のご報告となってしまって本当に申し訳ございません。なぜこんなにも急な、ご報告となってしまったのかっていうところもこの後お話ししたらと思いますんで聞いていただけたらと思います。私はこれまで主に神奈川県横浜市中区の路上生活者の方たち、いわゆるホームレスの方たちに4年間炊き出しの活動を週に1回ないし多い時だと週に3回ほどお弁当を、ね、配布しておりました。またクラウドファンディングで皆様のご支援を賜り、この横浜市金沢区に子ども食堂を立ち上げさせていただいて2年間子どもたちに、無償でお食事を提供しておりました。しかし大きな要因が2つありまして、この度この活動を終了することにいたしました。その要因の1つ目、経済的な理由です。この日本も経済一番大事になってくると思います。経済的な要因としては、配食活動を続けて4年以上経つんですけども、雨の日も風の日もお配りしてきました。なんですが、活動の収入源であった、大きな、ね、収益源であったやはり YouTube の方が収益がね、激減しまして、現在私が運営する株式会社ゴールドシップの方では、社員としてね、僕含めサオもやってくれてるんですけども、いわゆる僕たちがお弁当を配布している、生活保護者の方たちよりも、少ないお給料でお弁当をね配布している状態でありました。でそれに加えて、去年政策金融公庫の方から、借金をしまして、それでもねなんとか継続しようというふうに考えていたんですけども、やはりこの配食活動がこのクラウドファンディングで立てさせていただいたこちらの店舗のね家賃を捻出する仕組み作りに大変不向きなこと、そしてね物価高だったり、電気代高騰などもありまして、もちろんね今もうじゃあお金がすっからかんかって言ったらそういうわけではないんですけど、今後この先子ども食堂の家賃を正直に払っていくことが難しいだろうというふうに考えて、ちょうどね店舗の契約更新が10月にありますんで、そのタイミングで更新をせずに解約という形にさせていただこうと思っております。炊き出しは7月の1日、明日ですね、明日最後にもう一度、炊き出しをさせていただいて一度終了しようかなというふうに思ってるんですけども、なぜねこんだけ報告が急であったのかというところなんですけども、まず一つは僕自身がこの先も継続していくつもりでいたというのが、まず大きなところでいたんですけれども、ある時ねこちらのテナントの契約書をね見たところ、まず更新が今年の10月にあるというふうに知ったこと、そして僕がね先日、誕生日会とかもやらせてもらったんですけど、26歳になって、大学生から始めたこの活動なんですけども、26ということで、人生ねいろいろ考えることもあったというところもあります。そして本当に大きなきっかけの一つにもなったなというのが、先日路上生活者の方を病院にお連れしたり生活保護の申請をしたりいろいろねさせてもらった経験が大きかったと思います。どうしてかというと、やはりね炊き出しをしながら、そういった方のサポートをするというふうになると、朝からね役所に行ったり病院に行ったり、時にはねご家族にお会いしたりという形で、本当に朝から夕方ぐらいまでもうずっとねその方に付きっきりで一緒にね行動を共にすることになります。なので一般の方が働いて仕事してお金を稼いでる時間に、僕たちは、そういった活動をさせてもらってたんで、お金では買えない経験なんで本当に貴重だし、こんな経験なかなかできないなとは思うんですけど、当然ねかかるものがかかってくる中で、売り上げを作らなければいけない、株式会社である以上従業員に給料を払わなければいけない、そういうふうに考えた時に、この活動をこのまま続けていたら本当に売り上げを作ったりとかお給料払ったりとかということが、できなくなってしまうんじゃないかなというふうに確信づくようなね、出来事がやはりあったんで、このまま炊き出しを続けるっていうことは、やっぱり体調悪い人がいたら僕たちやっぱ行っちゃうし心配だし、そのほっとけないじゃないですか、もうそこで見つけちゃったらね。だから中途半端に継続をするっていう、それで全員が潰れてしまうぐらいなら、ここでね一度やめて、新たな挑戦にね足を向けようかなというふうに考えてこのね決断に
至りました。直前までね、あのご支援をいただいてた皆さんだったりとか、あとは僕たちがね、まさか辞めるとは思ってないと思うので、それを見越した上で、あのご支援だったりとか協力を今までいただいてた皆さんには本当に申し訳なく思ってます。いただいた食材だったりとか、そういったお気持ちをね、まあ、無駄にしないように終えれたらというふうには思ってますんで、まあ、そこはね、またおいおい、まあ、ご報告できたらいいのかなというふうに思います。また人助けをしているデンジャラスな香りが好きだったという方もね、たくさんいらっしゃると思うんで、そういう方にはね、本当に申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。そして、まあ、もう一つの要因というところで、挙げさせていただくと、大学生から炊き出し活動を続けてきたこの船瀬渚の新たな、ね、挑戦というところで話していきたいと思います。現在週1回の配食活動、朝から晩までね、あの子供食堂やって炊き出しをやるっていうことを週1回やって、で、あの体調の悪い方がいたらサポートしたりとか、まあ、トータルでね、多い時だと本当に週3日ぐらいこうボランティア的な活動に当てている週もありました。まあ、残りの時間に YouTube の編集をして動画をね出すっていう、そういう生活を我々しておりました。なんですけども、この期間やっぱり経済的な部分もそうですけど、この船瀬渚、僕自身が本当にこの活動をいろいろね考えることもありましたし、そこでねこう分かったことというのは、デンジャラス赤鬼というチャンネルは、このね船瀬渚が社会の隙間にダイブしてみたり、いろんなことに挑戦する、そういうチャンネルです。やっぱりホームレスの方たちにね、今までご出演いただいて、ここまで登録者をね、まあ、築いてきたんですけど、まあ、やはりホームレスの方のお話をね聞いて、それをこうアップするみたいな、そういうチャンネルであるべきではないと僕は思いました。デンジャラス赤鬼は船瀬渚をもっと見てもらって、船瀬渚が輝ける場所じゃないといけないなというふうに思ってます。なのでそのために挑戦する時間だったり資金ももちろん、そして人も必要だなというふうに考えております。先日開催した炎上ウィーク、毎日夜の7時半から1週間ね毎日投稿するっていう、まあ、YouTube5 年やってて本当に初めての経験なんですけども、まあ、なんとかね無事に毎日投稿を、まあ、やりきることがねできて、まあ、それをねやりきったことで、まあ、僕の中でやはりこの YouTube に対するこの渚を輝かせたいという気持ちと、そして動画制作に対する熱い思いをね再確認しました。動画のためなら寝ないで起きれるし、動画のためなら頑張れるし、それをね本当に再確認しました。そしてこの炎上ウィークのね動画を上げるのにたくさん手伝ってくれた伊沢だったり薫が動画編集をやってくれてたんですけど、まあ、このね本当に毎日投稿っていう、まあ、本当に過密なスケジュールで20分以上の動画とかをバン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 出していったわけですよ。これを実現できるんであれば、この動画制作、動画を作ることできちんと売り上げを立てれるんじゃないかというふうに僕の中でやっぱり可能性を感じましたし、やっぱりワクワクしました。なので、まあ、デンジャラス赤鬼としてはね一歩ももちろんなんですけども、さっきも言いました、挑戦するには資金も必要だし、人も必要だし、時間も必要なんです。それをするために、自分たちのやりたいことをやっていくために、今しっかりとね地に足つけて動画制作で売り上げを作るっていうところを、目指していこうというふうに思います。今までボランティア活動、慈善活動っていうものをたくさんやってきたんですけど、その時間をもうすでに、その時間をも売り上げを作ったり面白い動画を届けるっていうところに注力したら、一体どんなデンジャラスなこれが見せれるんだろうというふうに僕は思ってるんで、もう今めちゃくちゃワクワクしてます今。なので、まあ、このタイミングで本当にさっきの経済的な部分とどれが一番とかないです、正直もう全部ねもう複合的なんですけど、まあ、経済的な面というところと、その期間にね、僕が自分と向き合って、まあ、導き出したデンジャラス赤鬼の新しい形っていうものを、まあ、体現するために配食する活動には一度ね終止符を打ちたいと思います。まあ、いつか行き着いた先でたどり着いたところでまたね炊き出しやろうかなとか子供食堂やろうかなっていうふうに思えば、またその時は反省点だらけなんでね、パワーアップした形で始めたらいいのかなというふうには思ってます。ただね、今は人生一度きり、後悔のないように明日死んでもいいやって思えるぐらいやりたいことにね没頭するために、一度ねこの人助けの活動、慈善活動は一回置いといて、一回やめさせてもらって、自分のね YouTube だったり株式会社のね動画制作の業務の方に全てをね全うしようというふうに思います。今までねデンジャラス赤鬼を、炊き出し子ども食堂を応援してたくさんご支援いただいた皆さん、本当にありがとうございました。この活動を通して出会えた皆さんとのご縁というのは本当に
大切なものだなと思いますし、逆にね、炊き出しをしてない、人助けしてない僕たちには、まあ、用がないよっていう人も、まあ、いるかもしれないんですけど、決めた道なので突っ走っていきたいと思います。そしてね、NPO 法人ゆうなぎっていう、まあ、NPO 法人作ってるんですけど、まあ、そちらの方は一度活動の方をね、まあ、閉鎖させていただいて、まあ、動画制作会社として一番固めていく7月にできればなと思いますんで、ひとまずね、YouTube の方も一回7月は休もうと思います。休めって言ってもね、その間に動画めっちゃ作ってとか、そっちで、ね、売り上げ作れる基盤をまずは確実に作り上げて、それでね、もっと進化したデンジャラスをね、見せれたらと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、船瀬渚のご報告だったんですけども、これからもね、デンジャラス赤鬼をよろしくお願いします。ということで、これからも頑張ってって思ってくれる方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、元人助け YouTuber デンジャラス赤鬼船瀬渚さんのご報告でした。